ホセ・フランシスコ・セバージョス・ビジャビ選手をは、エクアドル・サンタ・エレーナ県アンコン出身の元サッカー選手、元エクアドル代表。選手時代のポジションはゴールキーパー。バルセロナ SC1990 年、グアヤ・キルに本拠地を置く、バルセロナ SC でプロデビューを果たし、二度の在籍期間中にリーグ戦、計400試合以上に出場した。1991年、 1995年、1997年には、クラブの中心選手として、リーグ優勝を果たした。1998年のコーバリベルタドーレスでは、クラブ史上2度目の決勝進出を果たしたが、ブラジルのバスコダガマに敗れて初優勝はならなかった。オンセカルダスとデポルティーボアソゲス2005年には、コロンビアのオンセカルダスに、レンタル移籍したが成功したとは言えず、1年後に、 バルセロナ SC に復帰した。2007年にはデポルティーボ・アソゲスに完全移籍し、そこで現役引退すると思われたが、大活躍を見せて、エクアドル屈指のキーパーに返り咲いた。ルドジューキと2008年、セリエ A のルドジューキとに移籍した。同年のコパリベルタドーレス準々決勝では、アルゼンチンのサンドレンソと対戦し、PK 戦では、アウレリアーノ・トーレスのキックを止めて、 クラブを PK 戦勝利に導いた。準決勝ではメキシコのクラブアメリカと対戦し、キトで行われた試合で完封勝利を収めてクラブ初の決勝進出を決めた。決勝はブラジルのフルミネンセとの対戦となった。2試合合計スコアが同点となり、勝敗の行方は PK 戦に持ち込まれたが、ダリオコンカ、シアゴネービス、ワシントンの3人のキックを止め、 クラブ初優勝立役者となった。大会のベストイレブンに選出され、ウルグアイのエルパイス氏による南米、最優秀ゴールキーパーにも選出された。イフスは、セバージョスを、世界第6位のキーパーに選出した。ルドジュー、一遺跡当初は1年だけの予定であったが、2010年まで、契約を延長した。2009年には、レコパスダメリカーナとコパスダメリカーナの両方を制し、 2010年には、レコパスダメリカーなのに連覇と、自身4度目のセリエ A 優勝を果たした。2011年5月6日、若手に道を譲るために、現役引退を表明した。1994年に、エクアドル代表デビューし、コパアメリカ1995、コパアメリカ1997、コパアメリカ1999、コパアメリカ2001に出場した。 2002FIFA ワールドカップ南米予選ではアルゼンチンに次ぐ2位となり、同国の FIFA ワールドカップ本大会初出場に貢献した。日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップ本大会は1勝2敗でグループリーグ敗退に終わった。2004年までに77試合に出場し、一旦は代表引退を発表した。 2002FIFA フフワールドカップ南米予選では活躍を見せて母国を FIFA フフワールドカップ本大会に導きエクアドルのサポーターからはラスマノスデルエクアドルと呼ばれている2008年エクアドル代表がルドジューキトと戦った非公式の親善試合で4年ぶりに代表に復帰した先発出場して45分間プレーし5から0でリードしていたハーフタイムに マシモ・バンゲーラと交代した。その後、2010フィファワールドカップ、南米予選のアルゼンチン戦とコロンビア戦にも招集された。2011年5月23日、サンドラ・ベラの後任として、エクアドルのスポーツ担当大臣に選ばれ、翌日に就任した。兄のアレックス・セバーチョスも、ゴールキーパーとしてプレーした、プロサッカー選手であった。 ホセの息子のホセセバージョス・ジュニアはミッドフィールダーとしてプレーするプロサッカー選手である。2008年にルドジューキとの下部組織に移り、2010年にトップチームデビューを果たした。ありがとうございます。